ラウジツ辺境白陵は、神聖ローマ帝国の東京に置かれた辺境白陵。ポラービアンスラブ人が定住していた地域に置かれ、965年のゲロ辺境白陵の分割により創設された。いくつかのザクセン貴族の一族、特にベッティン家が辺境白衣を相続したが、その支配権をポーランド王やアスカニア家のブランデンブルカ辺境白と争った。 また、領土の一部は1367年に、ボヘミア領に組み込まれた。965年までのゲロヘン教迫領内の、ラウジッツヘン教迫領ヘン教迫領はおよそ現在の、か、ラウジッツに相当する地域にあった。もともとは、西のザーレ川に沿ったザクセン部族大公との境界から、東のボーブル川に沿ったポーランドとの境界まで、その領域は広がっていた。 1138年頃から、対岸のポーランド領は、シュレ主ジエン公国の一部となった。辺境白領の北の境界は、ノルトマルクと接していたが、ノルトマルクは983年のスラブ人の大放棄により失われ、1157年に、アスカニア家のアルブレヒト一世のもと、ブランデンブルク辺境白領となった。南側は、 同様にゲロ返境白領の分割により、マイセン返境白領が成立したが、その西部は後のザクセン選定荒領の主要部となり、東部の上部ソルブ人の住む領域はウェラウジッツに組み込まれた。何世紀かにわたって、返境白領はアスカニア家のアンハルト荒領及びザクセンビッテンベルク荒領により縮小していった。さらに、領土の西部はオスターラント、 ランツベルカ辺境白領やブレーナ白領などに分割された。東、フランクのかつてのソルブ辺境白領の東部は、スラブ人のベレト族や上部ソルブ人が定住していたが、963年までに辺境白ゲロにより次第に征服されていった。ゲロはザーレ川とボーブル川の間の地域をゲロ辺境白領に加えた。ゲロ辺境白領は三十七年に、 皇帝夫一世により創設された広大な、辺境白領であった。965年のゲロの死と983年のノルトマルクでのスラブ人の反乱の結果、ラウジッツは、オストマルク辺境白夫一世の下で、オストマルク辺境白領の中心地となった。オストマルクの語が数世紀の間使われ続けたのに、大使、 後のラウジッツ辺境白領は965年以降、マイセン辺境白領、メルゼブルカ辺境白領及びザイツ辺境白領に分かれていた。下ラウジッツと、その隣接する上部ソルブ人の居住地であるバウチェン、及びゲルリッツ付近、そして、マイセンへの分割も早い時期に行われた。1002年、ラウジッツ偏境伯領とマイセン偏境伯領は、 ハインリヒ・ホン・シュバインフルトの反乱に対して皇帝ハインリヒ2世が遠征している間にポーランド皇、ボレスワフ1世に征服されたが、これはドイツ・ポーランド戦争を引き起こし、1018年のバウツンの講和により終結した。ハインリヒの後継者であるコンラート2世は、1031年及び1032年に2回の遠征を行い、 ミエシコ2世からしたラウジッツとウェラウジッツの両方を再び脱回した。1056年からの皇帝ハインリヒ4世の地世下で、ラウジッツは再び神聖ローマ帝国に組み込まれ、マイセン、オストマルク及びザイツと共にウェザクセンの4つの地域の一つを形成した。これらの地域は常に別々の辺境白によって統治されていたわけではなく、 主に行政上の区分であった。ラウジッツとオストマルクは同じ辺境白により統治され、最終的にはオストマルクはしたラウジッツと大差ない程度にまで縮小された。ハインリヒヨンセイの下で、上ラウジッツはラウジッツ辺境白領と切り離され、ポーランド公ボレスワフ2世に報道として与えられた。 最初のラウジッツ編境博は1046年からのみ見られる。皇帝ロタール三世のもと1136年に上、ラウジッツとしたラウジッツは再び統合された。ハインリヒ三世が1128年にはオストマルク編境博として記録されている一方で1131年まではラウジッツは与えられていなかったものの12世紀にはオストマルクと ラウジッツの語がほぼ同じ意味で用いられた。1156年に皇帝フリードリヒ一世がボヘミア皇ブラジスラフ二世に上ラウジッツを与えた。一方、ランツベルク辺境伯領、アンハルト皇領及びザクセンビッテンベルク皇領の成立によりラウジッツ辺境伯領の領土はさらに減少した。1 2 1 1以降、下ラウジッツはベッティン機のマイセン辺境伯のものとなった。 ラウジッツ編境博ハインリヒ四世が1288年に死去した際、ラウジッツの地は孫のランツベルカ編境博フリードリヒテュタのものとなった。後継者のディートリヒ四世は1303年に編境博領をブランデンブルク編オ博夫を一世に売り渡した。最終的に1367年に皇帝カール4世がこの地を得てボヘミア領に併合された。 したらウジツは、後1635年のプラハ条約により作戦、選定校領に併合された。ありがとうございます。